き練習が終わったところです。そうですね、久しぶりかもしれません。実はちょっと前まで無人島にテレビ番組の収録に行ってたんです。初めてのことだったので大変でしたが、とても楽しかったです。皆さんの新しい一面を見つけることができたような気がします。印象に残っているのはやっぱりまゆさんですね。すっごく頼もしかったんです。食べ物を取りに行った時も道に迷わないような工夫をしてくれたり、ほとんど何も道具がない状態で方角を調べてくれたりしたんです。もともと頼りがいがあると思っていましたが、改めてまゆさんの魅力を知ることができました。はい、皆さんと一緒に何かをするのはとっても楽しかったです。今度旅行にも行きたいねってあやさんとも話してました。それにそうですね、今回の無人島での体験はとっても勉強になりました。ああいう場所では何が役に立つかわからないですし、何か起きた時にも諦めないで冷静に判断することの大切さを学びました。心の強さ、精神力が必要だと分かりました。そうです、武士道と一緒なんです。ですから私も何が起きても冷静に判断できるようになろうと思いました。ライブは特に勉強になりますし、サークルでは多くの時間を過ごすことになると思います。なので何か気づくことがあればいろいろ教えてください。